白いですよ。ヤンさん、日本の夏はどうですか？暑いですね。ヤンさんの国とどちらが暑いですか？日本の夏の方が蒸し暑いですね。あれ、田中さんがいませんね。あ、田中さんはちょっと用事があるそうです。あ、そうですか。それは残念ですね。あ、早く冷たいビールが飲みたいですね。何してんのかな。おー、来た。待ってました。はい、どうぞ。はい、どうぞ。それじゃあ、乾杯しましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。乾杯。ビールはうまいね。美味しいですね。岡田さんお酒が好きですか？岡田さんはお酒が大好きなんですよ。本当ですか？そうですよ。私はそんなに飲みません。どうもありがとう。はい、ありがとう。あ、そうですね。高橋さん、それは何ですか？あ、これは枝豆です。よかったらどうぞ。一ついただいてもいいですか？おお、どうぞどうぞ。はい。あ、どうですか、ヤンさん？うん、美味しいです。高橋さん、美味しいそうですよ。そうですか。どうぞたくさん食べてください。ありがとうございます。ヤンさん、これはね。ああ、おお。何が食べたいですか？そうですね、天ぷらもありますよ。天ぷらもいいですね。あ、ヤンさん、はい、肉は嫌いですか？いや、大好きです。あ、岡田さん、あなたは何を食べますか？そうですね、あ、私はお魚がいいですね。ヤンさん、お魚は嫌いですか？いや、嫌いじゃありません。好きです。そうですか。高橋さんは？あ、いいですね。私も魚は大好きです。ねえ、小林さん、みんなお魚が好きだそうですよ。そう。じゃあこの店に入りましょう。今日は小林さんのご馳走だそうですか。よ。いらっしゃいませ。よろしく。いらっしゃいませ。おお、また来たよ。久しぶり。どうも。いらっしゃいませ。山の頂いらっしゃいませ。お飲み物は何にしますか？そうだな、今度は日本酒が飲みたいな。ヤンさんは？日本酒、いいですね。原さんは？日本酒。じゃあお酒3本、はい、おちょこは4つね。はい。あれ、岡田さんは飲まないんですか？岡田さんはもうお酒はいらないそうです。たくさん飲んだ。あ、そうですか。あ、ひどいですか。ヤンさん、何でも食べたいものを注文してください。何でもいいそうです。はい。私は焼き魚と揚げ出し豆腐。はい。あ、こっちはやっこだ。はい。お刺身。はい。私はお刺身2丁。はい。私は焼き魚ね。はい、焼き魚1丁。はい、焼き魚。お疲れ様でした。はい、はい、ありがとうございます。はい、ヤンさん。醤油取ってください。はい、どうぞ。はい、どうも、すいません。いらっしゃいませ。あ、どうも。小林さん。あ、焼き鳥2枚。はい、
いやいや、私はいりません。ヤンさん、どうも。